はい、ピースケです。サックスペアやっていきますということで、一ノ瀬さん初使用いきたいと思います。まあ、コントロール上限の練習効果って感じなので、まあ、50で全然強いと思うんですが、うん、全然35とかでも鳴海とかと同じ感じだよね。なのでそうですねそんな感じです。で、まあ、コントロール変化なので、まあ、コツがないのがちょっと残念なんですけど、他でない得意練習ではあるので、そこがどう生かされていくのかっていうところですね。うん、そこだと思います。まあ何か特能がせめてあったらよかったなって感じですが、暁ではないかもしれないですね。他の高校で、まあ、結構輝くことはあるのかなって感じだと思います。はい、行きましょう。でパピオン、彼女なし編成なのでサナちゃんも入れたいんですけどね、技術が不安すぎるのと、ナイス、技術が不安すぎるのと、まあ妥当ですね。サブポジ持ってるやつがやっぱりいいなってところで、まあ、なので本当追求で経験点を稼いでいくスタイルですね今回は。二股とかも全然ありなんですけど、今回はどうなるのかって感じですね。骨イベボーナス自体はアーサーが一番強いので、アーサー50の人は、まあ、積極的に入れてもいいのかなって感じですね。負けた。何もなしなので戻す。まあ、余剰がいない。投手陣2人、一ノ瀬と守はもう多分速攻終わっちゃうので、そこはもう諦めて他頑張りましょうっていう感じにはなってると思います。そうなんですかね、突然ぶっ込まれた新キャラたちは果たして弱くはないと思うんですけどね。なんかめちゃめちゃ使うっていう感じではないかもしれない。ほうほう、まあ、とりあえず今は打倒の方が大事なので守るかパピアンですね。おお、びっくりした。あざーす。はあはあ、てやじま、どうしましょうか。コツはね、多分同じのいっぱい来るのでそんな潰さなくていいとは思うんですけど、パピオン来ないかな。のせさん、野瀬さんは技術もらえるので
水辺はまあまあ踏んでいいとは思うんだけど。怖い怖い。笑顔。あ、4さんいますね。4さんいるけど、一ノ瀬じゃねえや。終わっちゃうな。四条が。四条じゃない、六本木。四条が打倒できなくなっちゃう。逆の意味で終わっちゃう。パピオン。お前じゃない。入れ替わってきた。ダブダブタック技術いい、美味しいっすね。まあ守りでいっか。筋力がやばい。とりあえず球速はガンガン上げてって後で調整しよう。コツ待ってもよかったかもしれない。これが金徳イベかな。ちょっと待ってください。純然たる一ノ瀬。あ、従前たるか。待ってください。イベントわからない。少々待ちを。ん？勘で行くしかないのか。デリケートな一ノ瀬がイベント終了しなきゃとりあえず大丈夫。俺もだ。俺も手伝うよ。俺も手伝うよ。分かったでいけんのかな。今までだとそれなので。同意ですね。強っ。これはここ行くか。さすがにで、なんか変な変化球にしよう。まあでも3タックでこれか。パピオンが走っている。まあちょっと回復しておこう。テンポも欲しいんですけどね。いやー負けたか。ナイス回復ですね。怖っ。イベントがどっちも終わる。ハピオンと、あ、でも伸び入ってるので1回だけ、2回入ってほしいけど倒せるか。ちょっと多少荒くても大丈夫だと思うんだよね。ただ四条はどんどん辛くなってくる。でてれてれ。同じメガネだから分かりづらいです。
4パピ。4パピはいなかったけど、余剰が全然倒せない。気にせず行きましょう。できるだけ最大値を取っていきたいので、チャレ強さ潰そう、この潰そう、なんかいらなそうなのは潰していこう。ああ守るか、2時間でいいや。はい、あれ金徳なんだったっけ、一ノ瀬。結構もう球速速いね、足速いから怖いな、変な内野ゴロがヒットになりそう。もう船入ってた、なんとかオール60取れたかな。あ強いけどな。あここいいですね。ナイス。上りは少し飛ばす、思いっきり飛ばす、思いっきり飛ばす、 OK、 五十嵐のおかげ、めっちゃ基礎値上がった。44パピオンいる、でももういらないか、よっしゃー。で街道は速攻取る、技術やばいっすね、コントロールタック踏めれば結構良さそうなので強いな。どうしよっかな、どうなってる今。ああもう一応狙えるのか。あでも走者釘付けはいらないので、矢島だけ倒して、あの左キラーじゃねえあいつどっちもいらないな。とりあえず矢島倒すか。 OK、 びっくりした、前触れのイベント突然来るから怖いんだよね、一瞬で終わるから。あこれで倒しちゃおっか、で3人狙おう。あれお前もかお前もか、お前ミスった、
いうことが起きると。もう2人揃ったら終わりっす。ありがとう。コントロール上下いけんのか。やべえ、暇だな。暇連が多い。筋力もう いらないよ。わお。あざす。なるほどね。今の直してくれるのはいいっすね。どうしよう、サボり癖待った方がいいかな。逃げ玉。技術欲しいんだよな。構わない。あ、これか。これが？一ノ瀬を超える。もうよくわかんないけど。よくわかんないけど一ノ瀬を超える。やべ、今か。銭湯とかで不眠症治ればいいのに。おお、いい練習。どっちかっつうとなんかコントロールキャラ感がすごい。技術がこうやって入ってくれるのはいいのかなと思います。直しちゃった。死ぬの早っ。 OK。 もうでもあと本当2人揃ってるのが1回来てくれて、追求で経験点を稼いでいければっていう感じだと思うので、
はい、なんだそれ。休みます。やべ、いきなり。やばい。お、伝説の、あ、終わった。オッケー。ちょっとミスったけどね。ハイスピンと左キラー。であと1回か。あ、まあでも骸骨入ってるからまあ大丈夫かな。え、あとはほんと追求頑張るのみ。カリバーダメだダメだ、ふざけちゃった。怖い凶ということで。これは、あ、ドクター系。あ、もしかして下選ぶともう一個の方かな。65。技術が欲しいな。一ノ瀬コツもらえないんだよね。全然いらないな。おお、急に回復した。アーサーいいっすね。あー、でもアーサーよりパピオンかな。うわ強いパピオンよりこれだな。なるほど。ちょっとアーサーふざけた以外はまあまあまあって感じかな。なりきらいつ取ろう。はい、どうぞ。お待たせいたしました。1番
何してん。スタミナ超え。守る。まあまだ筋力足りないんだよ。ただ怪我するな。だから一ノ瀬こっちの方が経験って多いって謎すぎる。左入んなそうなので打っちゃいます。打っちゃいます。技術だな。渚なら入れてもいいかもって感じはする。どこにって感じがする。赤月大付属、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー二塁という場面で藤谷見送ってストライク。キレのある変化球、インコース低め。こっち三重視をどっちか虹谷だけとかにして、渚入れてあげた方が査定は伸びるかもしれない。なんでかな。いい練習。そして三振を取れ。振らない。やりよる、やりよるな化け物。お見それしました。意外とスタミナ上げれる？スタミナ上げれる感があるなら、あのタコさんを、まあでも一ノ瀬のところはとりあえずタコさんの方がいいと思うので。お待たせいたしました。どこで使えばいいの？一ノ瀬。ノーアウトランナー二塁という場面で。ネクストバッターサークルには土屋、打ちました。1、2塁間のゴロ、アウト。赤月大付属、なおもピンチが続きます。第2球、投げた。外角低めいっぱい、ストライク。投げました、打った。左中間へのフライ、取りました。ボールは中継。これで2アウト、ランナーは3塁変わりません。第2球、2球目ストライク。第3球を投げました。変化球、空振り三振。寺島ナイスピッチ。3番
赤月大付属先制のピンチです。ツーアウトランナー二塁という場面で伊勢2球目ストライク。第3球を投げました。打ちました。ファースト左へのゴロ。3本目赤月大付属同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面でやりたてドロップはボール。第3球を投げました。インコース低め空振り。次は4球目投げました。空振り三振バットアウト。はい、どうしよう。ああパピヨン来い。 OK。 そうだな、まあ、そんなにコツガンガンいけるって感じじゃなさそうなので、それを踏まえるとあのコツイベ組は一人減らしてもいいかも。虹谷でいいよな多分。お待たせいたしました。4番赤月大付属先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で大平ストライク。これで追い込みました。打ちました。これはピッチャー正面アウト。5番赤月大付属先制のピンチです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で川北。赤月大付属ここはタイヤフライも避けたい場面です。切れていきます。ファール空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。外角低め見送ってストライク。いきなり168キロ。第3球を投げた。打ったショート右横のゴロアウト。赤月大付属追加点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で津田。今日はライトフライとセカンドゴロ。5球目ストライク。伸びのあるストレート。アウトコース低め空振り三振。バッターは2番関野。今日はライトフライとセカンドゴロ。投げた決まってストライク。これで追い込みました。投げた打ちました。ファースト飛びついた寺島と。もう勝った。奮起してんのかな。練習次第、これは追求。コントロールがね、なんか両あてか敏捷ミスった、ごめん許して。投球で取れなかった。そんな便証もらえないと思わなかった。はい、行きましょう。ランナー一塁三塁という場面で水鳥。第3球を投げた空振り。第4球を投げた外角高め見逃し三振。寺島。赤月大付属先制のピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で水鳥。直球ストライク。これで追い込みました。ボール。第4球は見送ってボール。第5球投げました。内角低めいっぱい見逃し三振。赤月大付属先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で宮川。2球目ストライク。もう追い込んでいます。インコース引っ張ったクリーンヒット。ボールが転がる。ようやくゲームが。ワンアウトランナー二塁三塁となりました。金原して打たれていく。それとも満塁策を取るか。第3球はアウトコース低め、まあ、打たれる率はダントツでサクスペの方が高いからな。投げました。頼むわ。あ、奮起してくれた。これは多分明らかに奮起してくれた。音なんないからね、アプリみたいにチャランチャランってなる。
はい、うん、まあこんなもんですね。まあ彼女とか入っても12,000〜13,000だと思うので、そうですね、強くない多分、まあ経験点自体はちゃんと取れてるはずなので、その10欠のね、10欠のやつは取れてるはずなので、あとは追求もちょっとうまくやるとか、なんかそういうところ、まあ、変化ででかいの来るとかって感じなので、それだったら普通に北斗入った方が強いのかなっていう感じはします。まあ SS3 とかですね、うん、って感じは、まあ、弱くはないんですけど、もう他の方が、まあ、マントルとかエビル、マントル、エビル、円卓強化、北斗、まあ、ここと比べるとやっぱ弱いので、あれですね、一ノ瀬と二宮くんを出すためのやつなのかなっていうふうに思いました。はい、って感じです以上。まあだどっかで使い道はあるかもしれないんですけど、まあ、この2人が、まあ、そんなに特に暁専用機って感じでもないので、うん、北斗とかで使うと強いかもっていう感じですね。はい、なので今引き続き模索していきたいと思います。で、まあ暁強化自体はまあそんなにまったりでいいのかなって感じだと思いますんで、うん、はい、まあ、2月3日まであるので投げって感じですか。来週何かあるのかな。はい、そんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さん、次回の日曜、バイバイ。